やっていきたいと思います。ポケットモンスターもの拾い最終回です。まず今から 1,2 時間レベル上げをしていきたいと思います。今のままの俺たちじゃ勝てねえ。はい、じゃあやっていきましょう。ポケットモンスター最終回、決戦前のレベル上げ&もの拾いタイムでございます。今レベルが41、43、44、48、56、60。正直言ってこのレベルではまだ勝てません。なのでどこでレベル上げしようかな。やっぱリポーターがいいかな。ダブルバトルでレベル上げするか。さあ行きましょう。39だ。これ以上上がらんとかね。よし、それならそれで。穴抜けの紐、もう穴には入らないよ俺は。いやダメだ。虫除けスプレー、ハイパーボール、すごい気づく。すげえ虫除けだ。お前ら、すみません。皆さん、僕と一緒にコロッコを作ってくれませんか。物が拾えない分コロッコでこいつらに報いる。よっしゃー、うわーでかすぎるこれ。うわーマジで、よっしゃさあ、レベル上げ&もの拾いは終わりだ。最終決戦行くぞ。お前たちは強い。今まで数多くのゴミを拾ってきた。ただまだ一つ拾ってないものがあるよな。方園地方チャンピオンの座掴みに、いや拾いに行こう。これより先は全てのジムバッジを集めたトレーナーだけが進めます。トレーナーよ、君のジムバッジを確認させてください。ジムバッジとともにこのゴミ袋を見てください。うわ生ゴミだーって言って今飛びたみたいになっちゃったな。行くぞー、突撃。1人目、ようこそチャレンジャー。俺は四天王の影。いい顔をしてるな。なかなか楽しませてくれそうだぞ。いいぞ、いい感じだ。俺とお前とでポケモンリーグでしかできない戦いを楽しむとしようぜ。もちろんそれは結構ですが、負けたら僕と一緒にゴミ拾いだ。グライナーはまず威嚇を打ってくるので攻撃が1段階下がっちゃいます。打たせてくんねえか。どうだろう、どんぐらい入るかな。いやー硬いね。硬いし、これ回復圏内入ったか。これ回復圏内入っちゃったな。うわーこれは迷う、これめっちゃ迷う。ならここで影分身積むか。でここからは相手の攻撃が外れる可能性あるんだから、ここで薬使うべきだよな。スタミタックル2発食らってこの HP ってことは、まあ概算で約50から60ぐらい食らってるわけだ。だからこの HP じゃ耐えないんだよ。回復アイテムここで切るか。使おう。元気のかけらよりもすごい傷薬の方がまだあるから。うわーこいつ最高火力でガンガン来るな。容赦ないな。いや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 、ここでまさかすごい傷薬2個使うとは思わなかった。でもこれ使わざるを得ないよな。これ使わないと勝てないわ。いやこれやべ。使う使う、迷わない。よし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 、全然あるから、こういうことが全然あるから。で問題はちょい残しの可能性があるんだよな。これ頭突きだとプラスパワー1回積む。16個あるから。あー厄介なの入れてきやがったこいつ。まあまあまあ、でも当てられるから問題ないよ。はあ外れちゃった。よし、まず1匹まず1匹ダーテング、そのまま行こう。そのまま落とそう。もうだってこっからは避ける可能性があるんだもん。いやーくぐり抜けろくぐり抜けろ、そんな確率くぐり抜けてみせろ。オッケー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 、いいぞいいぞいいぞ、ひるめひるめ、よーしナイスナイスすぎる。あと3匹か。これ問題ないよな。素早さ下がるのか、素早さ下がるの痛いな。あ、いやよく避けたよく避けた。うわ避けられた。これ宿り切り食らったらさすがに変えよう。よく避けた、本当にすごい。
おーしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、騙し打ちだったら絶対落ちないから。結構効くね。あと2匹くぐり抜けたい。シザリが素早さ下がっちゃってんだよな、これトング素早さ下がっちゃってんだよな。いや、そのまま行こう。影分身のデバフを信じよう。耐えられないかな、これ。いや、でもシザリがあって特攻装か、強い。レベルは同じ。ボラン行こう。自慢ボルト、やばい、いけ。ボラン、ボラン今しかない。多分一発で落とせないと思うけど、半分以上削ってくれ。半分以上持ってけ。でかすぎる。うわ、でかした。まあ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 、薬使わせたと思えばね、麻痺る可能性あるから。これで麻痺っちまい。いや、すごすぎるお前。すごいな。完璧だ。いけるいけるいける。冷凍ビーム、凍らせろティア。まずい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 。いや、これ頭突きの方が入るか、もしかして。こっちの方が早いんだから、ひるんでくれ。やばいやばいやばい、大変なことになっちゃう、大変なことになっちゃう、本当に本当に大変なことになっちゃうから。それ何やってん、何やってん、何モグモグしてんだよおい。これやばいぞ、これやばい。4段階上がってるぞ相手。ひるめ、もうひるませ続けるしかない、勝つには。イワナダレ、いや、イワナダレでも相当な威力になってんじゃないこれ。終わっちゃうよねこれ。いや、トング蘇らせるしかないな。いや、これは戦闘中にトングを蘇らせて頭突きでアブソルの上を取って落とすぐらいしか方法がない。正面から突破しよう。倒しきれ。うー、よし、よくやった。多分薬は残ってない。もらった、よく決めた。まず一勝。うわー、これがあと5回もあと4回か。負けた俺から一言、お前ならもっと先に進めるぜ。さあ、次の部屋に行って戦いを楽しんできなよ。その前に物拾いチェックだ。みんなどうだ、この部屋はゴミが落ちてるか。落ちてない、清掃が行き届いてるな。これどうしようか。不思議な飴で蘇らせておくか、一応。多分先手取れるから、ティアとカンにそれぞれ不思議な飴を使って。320リットルって全滅込みじゃないですよね。全滅込みなわけないだろ。なんで俺全滅分もう換算に入れてるんだ。もうだって俺不思議な飴をレベルアップアイテムとして見てないもん。復活アイテムとして見てるもん。次ゴーストタイプの四天王なので、タイプ相性は悪いように見えますが、ここはトング一人で行きます。私、四天王の不要、送り火山で修行するうちにゴーストタイプのポケモンと気持ちを通わせることができるようになったの。そう、私とポケモンの絆とっても強いんだ。そんな私のポケモンたちにダメージを与えることができるか試してごらんよ。ポロックさえあげればうちのジグザグマはな、拾ってきてくれるんだ。期待に応えてきてくれる。さて、このサマヨールの技なんだけど、守るシャドウパンチ怪しい光呪い。シャドウパンチは効果がないで、怪しい光は混乱する技、呪いは HP 半分削って毎ターン相手に4分の1のダメージを与える技、まあ、簡単に言うと直接こっちを殴ってくる技を相手は持ってない。ここで腹太鼓を積む。完璧だ完璧。そう、守るを打ってくれるのが一番良かったんだよ。腹太鼓という技は HP を半分削って攻撃力をマックスにする技です。この世代以降はゴーストタイプの技って全部特殊技なんですけど、なぜかこの第3世代まではシャドーボールは物理技換算なので、今の腹太鼓でこのシャドーボールの威力はマックスまで上がっています。見せてやろう、腹太鼓シャドーボールをな。筋肉の塊だからこれ、一撃だ。
問題ないね。ジュペッタ、そのまま行くぞ。全員倒すぞ。全員そのボールで撃ち抜け。落としきれないわけがない。闇ラミー、ここに来て。関係ない。トングが戦ってるうちにみんなこの部屋で拾えそうなもの探しといてくれ。今のうちにすごい傷薬6個拾おう。さまようレベル51。こいつは地震冷凍ウィームシャドーボール岩なだれというすごく強力な技を持っているんですけど、関係ないね。対戦ありがとうございました。全抜きだ。原太鼓シャドーボール戦法です。あなたとポケモンとの間にも確かな絆があったのね。それが分からなかった私が負けたのは当然。うん、あなたたちの絆がどこまで通じるのか見てみたいな。次の部屋に進みなよ。その前に物拾いチェックだ。なかったか。うわー、現地調達なしか今んとこ。四天王3人目、ここまで来たぞ。来ましょう。ようこそ四天王のプリムと言います。氷の技を極めたくて遥か方園までやってきました。ですがここに挑戦に来るのはやわなトレーナーとポケモンばかり。あなたはどう？本気を出しても大丈夫だと嬉しいのですが。行きましょう。まずここで砂かけでもいいな。いや、影分身。先手は取れてる。多分トドグラーはあられを打ってくる。だよな、だよな。オッケー、よく避けた。でかいでかいでかい。耐えてほしい、これ。これ耐えてほしい。あー、いいね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 。全然いい、全然いい、これ。頭突き。一積みでも結構入る。うわー、これ、全然入んねえよ。メザパノが入るかな、これ。行ってみるか。いけ！いや、全然入んねえ。頭突きの方が入るわ。アイスボール！はあ、あられ打ってこなかった。うわ、やばいやばいやばい。この連続技止めないと。ちょっとこれ止めないと。ひるませよ。ひるませるか避けるか。いや、こいつ乗り越えやがった。やば、それ、それやばい、それ本当にやばい。え、これ多分アイスボールってさ、一回打ったら止まらないんだよね。で、相手回復は絶対使ってこないから、もう落としちゃおう。これ早いとこ落とさないとまずい。オッケー。で、元気のかけらとか元気の塊をどう使っていくかはここでの戦況次第にしよう。早い！ティアより早いのかこいつ。これ塊使っちゃわないと多分勝てないや。トングだったら先手を取れてると信じて頭突き。ひるめ。うわ、素早く先に来たこいつ。かっこいいなこのアニメーション。冷凍ビームでちょっと耐えると思う、俺の計算が正しければ。あら、俺の計算正しくない。まいったなこれ。これマジでやべえ。笑えない。ひるまないか、ひるまないか、これ、これひるまないか。ちょっと待って、鬼氷精神力。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと調べよう、ちょっと調べよう。やべ、精神力の可能性があります。鬼氷の特性、精神力でひるまない可能性あります。 OK、 分かった、切り替えよう。いいかプリム、また来るからな。勝てなかったか。はい、負けたので60リットル増えます。380リットルこれで勝とう。データは取れた。お待たせしました、プリムさん。戻ってきましたよ。さあ行くぜ。
初手あられは間違いないから、ここで腹太鼓。すまんな、つまんない作戦かもしんない。でも任せろ、その分現実パートで楽しませてやる。貫け、いけた。オッケー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 、俺たちは前しか見てねえ。よーし、よくやった。俺が信じないでどうすんだ。振り返るな、止まったらおしまいだこれ多分。あの崩れる床とかと同じ、マリオのあの床が崩れていくステージと同じ、止まったらおしまい。進むしかねえ。さあ行くぞ、最後まで行くぞ、最後までほどぜるか。レベル53、これは一撃で落とせるわけないから、もうひるませるしかない。気合でひるませる、ひるませるぞ。おおおおお、落とせてない、ギリギリだった。しゃあないしゃあない、よくやったよくやった。あとはみんなで倒そう。これさすがにな。ってなると、うん、よく頑張った、よく頑張ったぞ。これはしょうがないな。あー、トドゼルガでストップしちゃったからだな。もう崩れる床っつったもんな。だって崩れる床で止まるとこうなっちゃうんだよな。しゃあないしゃあない。プラス60リットル、440リットル。ただこれでトドゼルガのデータも入った。はい、ゴミ拾いチェック。お、すごい、ステンローの部屋で初めてゴミを発見した。うわぁ、カゲツさん、これあれだ、見るに見かねて多分あれだ、後ろ手にこっそり、ほらほらほら、早く持ってけってくれたんだ、カゲツさんが。さっきは落とせなかったけど、いいか、俺たちは成長するんだ。貫けトング、よーし、よくやった。おーし、超えたぞ。どうだみんな、ゴミは落ちてたか。次に進みなさい、そこでポケモンリーグの本当の恐ろしさを確かめなさい。その前にゴミ拾いチェック。地元民、どうした、ハイパーボールか。ハイパーボールか。おお、これでレッグーザゲットも夢じゃないな。あと2勝、あと2勝だぞ。突撃、わしがポケモンリーグ四天王最後の一人、ドラゴン使いの源氏。ポケモンはもともと自由気ままな野生の生き物、時として人を困らせ、時として人を助ける。そんなポケモンと一緒に戦うのに何が必要か、お前分かっているのか。ゴミ袋と手袋とトングですかね。分かっていなければこの足に勝つことなどできまい。源氏さん、一緒にゴミ拾いに行くのはちょっと怪我しちゃう可能性もあるんで、大丈夫です、僕が行ってきます。行くぜ。まずコモルをみんなで落とそう。えらいわ、うわー、えらいわ。ここで無駄に被弾するとこっちの回復ソースが足りなくなる。よし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 、それなら落とすチャンスだ、4倍だ、いけ。落としきってほしい、これなんとか。いやー、硬いねこれは硬いわ。ただ薬圏内じゃないから、これ耐えきれば落とせる。勝った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 。まず1人、これノーダメージで落とせたのでかいな。素の素早さだったら多分トング勝ってると思うんだよな。よし、ひるませてくれ。いやー、やばい、これで逆転した可能性はある。やべえ、早え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 、これまずいぞ。あーあああ、のしかかりやってこないんじゃないかこいつ。波乗りじゃないか。やってきたわ、分かってるわ、ちゃんと。どれぐらいの？湖でこれか。
湖でトングで、うわー、落としきってない、あー、落としきれなかった。うわー、これはノーチャンスだ。まだチャンスは続いてるぞ。いいか、落ち着け。まだわかんないぞ、まだ何か起こるかも。うわー、これはきつい、これはきつい、耐えられたー、怖い、落ち着け、落ち着け、うわー、落ち着かないでうわー、これは厳しい、こいつは技ポイントまで節約してくるね。まだまだまだ、諦めんな諦めんな。いやー、三積みは無理だよな、いや厳しいよな、すまん、俺の指示が悪かった。さあ、未知の領域になってきたぞ。530リットルか。アイテムは何個残ってんだっけ。回復3つ、すごい傷する1つ、かけら1つ、飴5個。かけすさん、お久しぶりです。すいません、なんか戻ってきちゃいました。本当だったら後ろのドアから戻ってこようと思ったんですけど、前から戻ってきちゃいました。どういうわけか、前の扉から入ってきて、僕前の扉から戻ってきました。頼むカゲツ、もうバトルに勝たせてくれとかそういう次元の話ではない、薬をくれカゲツ。多分過去いなかっただろう、このポケモンエメラルドを遊んでいて相手のトレーナーに薬をねだるトレーナーは。勝たせてくれじゃないんだぞ、薬をくれ俺に、強めの薬をくれ。え、大盤振る舞いじゃないですか、3つもありがとうございます。穴抜けの紐、帰れと。ハイパーボール、え、いらないっす。虫除けスプレー、いらないっす。え、穴抜けの紐、ハイパーボール、虫除けスプレー、20リットルかプラス。まさかこんなテンポで四天王周回する回になるとは誰も予想してなかったろ。俺も予想してなかったぞこれは。当たり前になってるけど、これを当たり前にクリアさせてもらえる現状は結構ありがたいぞマジで。さあ、不要さん、薬ください、お願いします。薬がもうないんです。このままだとうちの大事なポケモンが死んでしまうかもしれない。薬をください、お願いします。不要さん、不要さん、不要さん、攻撃力を上げろと。何らかのお薬をくださいプレミアさん、何らかのお薬をください、何らかに効くお薬。もうないんです、もう2個しかないんです、プレミアさん本当にお願いします。バトルはトング、ティアはそれの補助で、カン、分別、地元民、ボランは薬を拾ってきてくれ、頼む。このままだとミクリに勝てん。ゲンジさん、薬をください。僕に今必要なのはトングでもゴミ袋でもない、薬だ。あ、落とされた、くっそー、マジかよー、乗り切られたー。耐えないか、無理かー、これ耐えないかー、いやー悔しい、これ、いやー超えるねこいつ、よくやった。くっそ、負けたー、しゃあない。しゃあないな、覚悟決めるか。ここからは薬を使わずにレベル上げするぞ。今日はもう寝よう、今日はもう寝たら俺多分またこれ配信始めるまでに600リットル拾って戻ってこないといけないから、今日は寝ません。勝ちます。大化の改新になってるけど、パラダイコ天皇ちょっとポケモンがポケモンがすごい傷薬を拾ってきて、こんなに盛り上がる配信ないぞ。990、楽しみだろみんな、現実パートが。ボランティアだ、ボランとティアが拾ってきた。ボラン、
虫除けスプレーティア。面白いポケモンだな。面白いポケモンだ。技マシン44が45リットルで、虫除けスプレー5リットルなので合計50リットルです。皆さんおめでとうございます。1040リットル、4桁に突入しました。水の比重に置き換えると1トン。今回の現実パートすでに1トンのゴミを拾ってくることが決定しました。行こうか。いやー本当にこの企画のミソなとこだよな。ゲームをこれだけ頑張ってクリアしても、その後現実パートが待ってると。勝ったらチャラになるとかじゃない。あの、勝っても負けてもこの量はもう拾わなくちゃいけない。たけしさん、お久しぶりです。戻ってきました。あの時はすみません。ギャー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 、薬をください、薬をください。騒がしくして申し訳なかったです。いけ、よしよし、でかい。これはでかいぞ。2人目突破だ。こいつ絶対レード持ってるからな。仕留め損なったら終わるぞ、こっちが。超えた、超えたぞ。さあ来い。厄介なのは岩石封じなのよ。素早さを下げられると途端に頭突きのひるみ効果もなくなるから。だからここでエフェクトガードを使う。完璧完璧。これで煙幕で命中も下げられないし、岩石封じで素早さも下げられない。ここで使うのが腹太鼓。完璧。そうだよな、お前2連守る好きだもんな。もらった。これで万が一突破できなかったら、その後始末をティアにしてもらって、でティアでも落としきれなかったら元気の塊をここで切る。ニクリとの戦闘を残してる以上、最小の戦闘で進んだ方がいいに決まってるんだよ。落とせると思う。6段階上がってて落とせないわけがない。こっちの方が早いよな、トングだよな。トドゼルが落とせんだったらフライが落とせるよ。受けて立つ。まず素早さで勝ってるかどうかなんだけど、多分勝ってる。落としちまえ。おーっしゃー、いったぞー。ごめんな、ティア。全部トングがやった。いや、これは今一番いいパターンにはまっただけだから、コモルの行動次第では全然トング落とされてた可能性はある。さすがはここまでやってきたポケモントレーナー、必要なものが分かっているようだな。そう、トレーナーに必要なのは正しい心。ポケモンはトレーナーの正しい心に触れて物事の善悪を判断し、正しい心に触れて強くなる。さあ次に進め。チャンピオンが待っておるぞ。さて、ゴミ拾いチェック。地元民、オッケー、ありがとう。これみんなトングだけいればいいじゃんなんて間違っても思うなよ。こいつら全員が拾ってきたアイテムがないと絶対ここまで来れなかったんだから。これ6匹いなかったら絶対来れてないよ。トング1人の力ではないです。よし、じゃあ行ってきます。長かった、ここまで終わらせるぞ。